皆さんこんにちは。22回目になりました献血なんてどうですが、今回計らずもまた神奈川にやってきています。もう後ろの景色を見てお気づきの方も多いと思います。横浜です。ランドマークタワーと大観覧車ということですね。もうね、なんかもう思ってた以上に大都会でした。ちょっとびっくりしています。まあ、いや、まあ、横浜なんて大都会だろうっていうことなんですけれど、なんでじゃあびっくりしてるかっていうとですね、実は僕昔横浜住んでたんですよね。幼稚園の卒園までなんでもう40年以上前なんですが、当時の住所が横浜市中区新山下でしたから、今まあ地図を見ると本木ふ頭のたもとということです。当時何もなくてですね、確かに家の裏の堤防を越えたらもうすぐ海だったので間違いなくあの辺だったと思うんですが、本木ふ頭ちょっとここからは少し距離ありますけれど、多分その辺も開発されてるんだろうなと思いますし、こんなもうみなとみらい地区なんてありませんでしたから、ちょっと本当に都会でびっくりしました。で、そんな横浜の今日の献血ルームは横浜駅東口クロスポート献血ルームです。横浜駅の献血ルームはですね、もう5番目か6番目だったでしょうかね、西口にありますリーフっていうルームをもうすでにご紹介していますが、あそこまあめちゃめちゃおしゃれだったんですよ。ですので今日のクロスポートもちょっとその辺期待してですね、おしゃれなルームなんじゃないかなということを楽しみにしています。それにしても今日はですね、もう本当にいい天気になりました。気持ちいい天気の中献血も気持ちよくしてきます。それでは行ってみましょう。はい、無事348回目の献血が終わりました。今回残念ながら中の撮影はできなかったんですけれど、せっかくなので覚えている範囲でどんな様子だったかご紹介しようと思います。まず待合室の感じはですね、なんていうのかな、こう白くって清潔感がある、でも少しポップな感じもある、そんな感じの待合室でした。待合室の席がものすごく多くて、そもそも今日献血やってらっしゃる方が本当に多かったんですが、それでも全員間違いなく座れるぐらいに待合室の席があったということで、広さとしてはそんなに広くないんですけれど、十分にゆっくりできる、そういうスペースかなと思います。それから採血のベッドはですね、結構多くて21床ありました。基本的には全血は専用で4床、あと全血の機械はプラスで3台あるということで、まあ、4から7の間で柔軟に対応しているということのようです。ですので基本は全血4、成分17、そういう運用なんだろうなと思います。あとですね、神奈川、これまで川崎と湘南藤沢、あとまあリーフってとこ行ったんですけど、川崎にはフロンターレの、湘南藤沢にはベルマーレの、Jリーグのチームのチームフラッグとかユニフォームが飾ってありましたが、ここクロスポートもですね、マリノスのチームフラッグとユニフォームが飾ってありました。そう考えると神奈川って J リーグのチーム多いんだなということを改めて、なぜか献血をやってそんなことを知るということでちょっと面白かったですね。それからカップのドリンクベンダーは2台ありまして、神奈川特徴的なのはですね、ホットのドリンクにぬるめっていうのがあるんですよ。ちゃんと熱いのもあるし、飲みやすいようにぬるめもある。このぬるめってちょっと嬉しくて、献血の前って冷たい飲み物なるべく飲んじゃいけないんですね。体が冷えるとなかなか血が出なくなってしまうので、かといってホットだと熱すぎる、そういう時のためにぬるめっていうのがあります。これはまあ神奈川のルームどこもあるみたいで、すごく嬉しいサービスだと思います。あとはそういえば最近ちょっとなかなか見なかった、他のルームでは教養を中止している漫画の教養がありました。
もしかしたらだいぶコロナウイルスの騒ぎが収まってきたので再開したのかもしれませんが、ちなみに今日は2021年の12月の4日です。今少し収まってるから供養開始したのかもしれませんね。漫画があるのもね、これ嬉しいんですよ。献血の後ゆっくりしなきゃいけませんし、そもそも献血、成分献血やると1時間ぐらいかかりますので、漫画があるって本当嬉しい。早く他のルームも再開してほしいなと思います。このルームは立地もですね、オープニングでご覧いただいたように東口から本当にもう徒歩1分かからないぐらいですね。すごくアクセスがいいです。横浜駅近く、多分遊びに来る方もたくさんいらっしゃると思いますので、ぜひそのついでに皆さんも献血なんてどう？今日も最後までご覧いただきありがとうございました。献血やりたいな、もしくは献血がもっと広がるといいなと思った方はぜひいいねをお願いします。また他のルームも紹介していきますので、ぜひまたチャンネル登録もよろしくお願いします。